よーい、スタート。監督の太田です。今日はね、ちょっと映画業界の話をしてみようと思うんですけれども、初日舞台挨拶でありますよね。ね、俳優さんがわーっといっぱい来て、映画が終わった後、あるいは前に、司会さんがいて、いろいろ撮影中はどうでしたかとか、今回の見どころはどこですかとかって聞いて、でその俳優さんがこう舞台に来て映画を見た後で、見る前に話してくるっていう、でめっちゃ豪華な、でそれも入場料、映画館の場合は、大概一緒なんですよ。特別料金ってこともたまにありますけど、基本一緒で。で、初日、舞台挨拶をすることで、なんていうかな。こちらの、業界側からすると、制作サイドからすると、そのことによって、たくさんのお客さんに来てもらう。っていうね、どうせ見るならね、その生で俳優さん見れるのいいじゃんとか、いやあの人のファンなんだよって人たちが来てくれるんで、でたくさん集まる。そうするとそこから初日たくさん客入れなきゃいけないんですよ。もうできれば満員にしなきゃいけない。でそうするとそこから口コミが広がっていって、お客さんがずっと2週間3週間4週間で上映していくと来てくれるっていうための、宣伝の一環として、初日舞台挨拶っていうのを映画界でよくやるんですけれども、はあ、ちょっと待って、息が切れた。でもやる側からしたら結構大変なんですよ。見る方からした時に、この日初日舞台挨拶得じゃんと思って、今1800円ですか、もう僕なんかシルバー料金なんでね、1800円とか2000円とかで見るんであれば、生でね、日頃テレビや映画でしか見れない俳優さんを見れて、でこう投稿してくれるっていうので、その日行ってみようっていうお得感があるわけなんですけど、やるかとしたらね、結構大変なんですよ。というのは、まず俳優さん呼ばなきゃいけない。でその時に、俳優さん別にそれでギャラよこせとは言わないっていうか、言う習慣はないんですよ。なんでかっていうと、その映画の宣伝だから、宣伝の一環なんですよ、舞台挨拶って。だから、例えば、その映画公開されるね、一月ぐらい前から、その、出演俳優さんのインタビュー記事っていうのが雑誌とかネットとかに載ったりしますよね。で、あるいは、僕の映画の場合はないですけど、テレビのそういう情報番組なんかでゲストで出て、あるいはそういうバラエティ番組出て、でずっとなんかトークやってんだけど、最後の最後に、なんとかさんの主演映画が今度公開されるらしいですね、はい、私の、新しい新作だって、私の新作映画なんとかがって、あーっと言って、もう最後その5秒10秒ぐらい宣伝するために、俳優さんっていうのはそういうバラエティ番組とか情報番組に出て、宣伝、してくれるんですよ。でそうすると、例えばそこそこ有名な俳優さんが、でそういう番組出るときは大体ノーギャラなんですよ。だから番組としても有名な俳優さんがトーク番組に出てくれるっていうことでありがたい。で俳優さんとしても自分の出演映画が、宣伝してくれるのでありがたいっていうウィンウィンな関係で、出るわけなんですよね。だからね、一回ね、僕もなんていうかな、どこだっけ、静岡県を舞台にした映画で、でその静岡の、情報番組、何時だったかな、結構、5時とか6時とかのいい時間帯のやつに、出してもらったっていうか、僕はちょっとしか出てないんですけど、それ主演俳優さんが出てくれて、1時間の番組ずっと、コメンテーター的なゲストとして出てるんですよ。でもその間中1時間の番組でもうずっと最後の1分前まで映画の話は一切振ってくれないんですよ。ただ出てその人のトークがあったり、その、町の新しいお店紹介、地方の番組なんでね、紹介とかっていうところで、なんか、ああ、美味しそうですよね、とかいうの全部付き合わなきゃいけないんですよ。その司会進行者に対してゲストなんで。で、最後の最後の、30秒ぐらいで、
映画の紹介してくれるんですよ。で、映画の撮影どうでしたかって言った時に、今回もね、あの先輩のなんとかさんと一緒に仕事させてもらってすごい楽しい仕事でしたとかって言って、で、その最後あのエンディングの5秒ぐらいの時に僕が出て、監督の太田さんどうでしたかって言って、5秒って何が喋れるんだっていうね、あのあって、で結局まあその俳優さん最後なんとか30秒とか20秒とかですよ、そこで宣伝するために60分付き合わなきゃいけないんですよね。でもうね、あのね、ノーギャラなわけでしょ。で番組としては地方の番組だし、そういうもうすごい有名な全国区のね、あのそういう映画やドラマの主役をやるような人なんで、向こうにとってありがたいんですよ。でギャラもいらないし、でそれでこう映画の宣伝してくれるのかというと、最後本当にね、30秒なかったんじゃないかな、15秒とか、僕5秒みたいなっていうね。だからちょっとこれどうなのよ、こんなね10秒や15秒のためにあんだけその主役の彼女に付き合わせて、で宣伝するんだけかよと思ってね、なんかすごいムカついてたんですけれども、映画館公開があった、地元先行ロードショーだったしたらね、うわーっとまあまあとりあえず前になってした時に、あのそれでその彼女と一緒にあの舞台挨拶した時に、で皆さん昨日のあの番組見てくれましたね、僕ら出たんですけれどもって言ったら、いやちなみに見た方いらっしゃいますかって言ったらね、結構手挙げたんですよ。だから、あ、意味あるんだとか思って、もうあのすいません皆さんも今あの番組のね、もうめっちゃもうなんかね、最後もう30秒しか出してくれなくてめっちゃめんどくさい、もう本当悪口言おうかと思ったけど、いや言わないことにしましたとか言って、もうなんか爆笑だったんですけれどもね。だから、あ、それでこうさね、60分ほぼ60分のうちの55分ね、その番組のために付き合って映画の宣伝とか一切させてもらえないで、もう最後の1分というか30秒だけですよね。そのためなんだけれども、それでもやっぱ効果あるんだね。やっぱそういう地方の、その地方でその、あの地区では、まあ、人気番組で地元の情報番組なんでね、というねことがあったんでね、あ、まあ宣伝大切だなと思うけれども、あ、なんだかなと思いながらね、うん、あのその話あんちゃんとなんて言ったら、なんと映画がすぐ分かってしまいますけど、その話をね、あの2箇所かな、2箇所か3箇所ぐらいの舞台挨拶やってもらったんですけれども、で、まあそんな風にやっぱり、公開時の宣伝って大切なんですよ。でその時に、まあ、一番なかなかね、僕がやるような映画の場合、僕は地方の映画、舞台の映画が多いんでですけれども、だから東京キー局今出ることはないんですけれども、東京の場合やっぱり舞台挨拶っていうのが大切なんで、それで俳優さん来てもらうんですけどね、まあ、でも制作サイドとしてはまた別の大変なことがあるんですよ。何かって言ったら、俳優さんの必ず呼ぶときに、まあ、俳優さんは、まあ、ある種宣伝なんで、ある種が宣伝なんで、まあ、ただで来てくれて、ギャラは払う必要ない。ギャラはやっぱ出演料としてすでに払っているから。だけれども、その俳優さんのためにメイクさんを呼ばなきゃいけないんですよ。で、女優さんの場合はもう絶対ない。だから、男性俳優の場合は、いや別にいいですよっていう人もいるし、いや、やっぱりメイク来てもらわなきゃっていう人もいるんですけど、女優さんはもう絶対 100% やっぱりメイクさんっていうのがあるんですよ。でそうするとメイクさんを例えばその舞台挨拶に呼ぶと1日分のギャラを払わなきゃいけないんですよ。だから下手したらそれこそね、ギャラ高いんですよ、メイクさんって。で1日とかでもね5万10万取る人がいてっていうか、まあ、結構そのぐらい取るんですよ。だから1日5万のギャラとかね、日当ってめっちゃいいと思うんだけれども、で、まあ、そういう人がこう、来てくれて、でそのメイクやってくれるっていう。だけれども、例えば女優さんがこう複数いた場合、例えばね、僕の映画で言うと、ひまわりの花とかっていうのはね、常盤貴子さん、藤田智子さん、それから、美里さん、田中美里さん、3人とももう
ピン張る女優さんですね。でさらに、あの時の、吉根京子さんとか、あと3人若手がいて、6人も女優さんがいてするとね、あの、1人じゃ足りないんですよ。だから3人ぐらいメイクさんを呼んでも、手分けしてやってもらわなきゃいけないっていうね。いやー、だからあの辺、あの時とかね、結構その、舞台挨拶1回するだけで、そのメイクさんを3人とか呼んで、で、大変だったんです。だから一人、例えばメイクさん、5万だとしてもね、もっと高い人呼んでたかもしれないけど、それで、3人で、さらに15万ってか、すっげーですよね。で、さらに、そういう女優さん用の、衣装も借りなきゃいけない。で、そのためのまた衣装部さんを呼ばなきゃいけないんですよ。で、いろいろその映画のね、時代劇だったら着物着て出てもらうこともあるし、その、なんか映画にまつわる衣装とか、ユニフォームとかっていうこともあるし、あるいは普段着っぽいものだとしても、やっぱり、そういうのを選んで用意してもらう必要があるので、衣装部さんを呼ばなきゃいけない。で、そのためにその、衣装を借りなきゃいけないっていうね。で、そう考えたらね、めっちゃかかるんですよ。費用がかかるんですよ。もうほんとね、10分、15分、20分ぐらいの舞台挨拶ですよ。で、そのために、そういうふうに衣装を借りてメイクさん呼んでしなきゃいけない。で、あと今度司会者さんを呼ばなきゃいけないんですよ。で、司会者っていう、例えば、有名どころで、高いところで言うと、テレビの現役のアナウンサーの人とか、それから、で、なければ、例えば局を辞めた、でも昔アナウンサーだった人とか。だから、まあそういう人たち上手だし、そつないし、で、手堅いこと言ってくれて、そこで、例えば、ね、その女優さんに最近話題になったあの人とはどうですかとか、いやいや、もう芸能レポーターじゃないんだから、みたいなことはまあ絶対聞かないし、で、もちろんその質問は事前に考えて、俳優さんとかの確認して、事務所にも確認して、大丈夫ですっていうね、なんか不倫騒動している、人たちっていうのも、まあいないことはないですからね、そういう時にそんな話聞けないしっていうね、で、やっぱ答えられない質問とか、プライベートなこととか、言うのいけないから、だから、司会者の人ですごい気を使って、もう、しなきゃいけないし、で、なんか失言があった時にうまくフォローしなきゃいけないみたいなね、ことがあるので、なかなか大変なんですよ。だから、その時に、結婚式の司会に似たようなもんですよね。結婚式の司会っていうのは、それでは、ご両親から、お母様から、お祝いのコメントとかってやるじゃないですか。やっぱ結婚式であんまり不吉なこと言ったり、やばい話とかして、できんとかね、失言とかあったら偉いことになっちゃうんで。で、そういうので、だから人気アナウンサーの人たちとかっていうのは、そういうバイトっていうのが結構あって、それ結構高いギャラもらうんですよ。で、まあ結婚式じゃないんで、舞台挨拶はまあせいぜい15分、20分なんで、するんだけれども、そういう、例えば、ラジオの仕事役やってる人とか、そんな全国区じゃないけれども、地方の番組の司会をやってる人とか、元アナウンサーの人とかっていうのを呼ぶこともあって、その時もね、僕の時も初期、僕の最初の頃の作品の時は、そういうのを配給会社が、そういう司会の人を呼んで、やってもらって、そうすると、そつなく聞くし、進行もしてくれるしっていう風なことであったんですけどね。僕はね、どの辺がもう2作目ぐらいだったかな。からね、僕が司会してるんですよ。で、もう、下手な司会者っていうか、ね、そつない、こう、アナウンサー的な司会者じゃなくて、ああいう人たちってね、僕、昔からもう舞台挨拶とか見てても面白いな、撮影で一番大変だったことは何ですかとかね。ああ、そういうご苦労があったんですね。あ、じゃあ次は、山田さんとかって言って、やっていくんですけどね。昔から見ててね、なーにつまんないこと言ってんだとか思って、そこで、ね、スキャンダルを聞けとか、不倫騒動どうですか聞けとか、まあ、そんなのアウトですよ。でも、やっぱりなんかね、差し障りのないこと聞くんですよ、結婚式と一緒で。だからそれだとやっぱり見てて面白くないし、で、俳優さんもね、そうですね、今年は夏暑かったですからね、とかっていうね、もうなんかで、俳優さんってセリフがないと、やっぱりね、うまく喋れないっていうか、自分の言葉で喋るのがやっぱり苦手な、内気な人が多いんですよ。だから面白くないんですよ。なんか当たり前のことしか言わないで。なんかそこでもうちょっとボケてみろとかって思うんだけれども、なかなかそんなのできないっていう。
時に、だから昔からのやつの舞台ですとか見てて、ほんとつまんねえよなぁと思って、で、っていうのはもうね、もう僕のほんと小学校の頃から吉本興業行け、もう関西だったんで、吉本行けとかって言われて、もう坂田敏夫さん大人気の頃で、だいたい、今だとさんまさんとかね、ちょっと前だったしんすけさんとか、そういう、すごいトークの達人みたいな人が吉本興業なんで、やっぱり、憧れ、尊敬され、ね、当たったんだけど、僕が子供の頃に吉本興業ってアホなやつ、アホなお笑い、坂田敏夫さんとかねっていう風に、だからバカなやつが行くところっていうのはあったんだけど、あとよく喋るやつとねあったんで、吉本興業行けとか言われてたんだけれども、そんなんで、もう本当映画監督よりもお笑い芸人になった方が良かったんじゃないかと、まあ、お笑いそんな甘いもんじゃないことよく分かってるんですけれどもね、もう下手なね、アナウンサーとか司会とか見てたら、なんかね、イラついてくるんですよ。なんかそこで突っ込めよとかね、思うんで、ある時から、多分2回目、2作目のもう青い空の頃からだと思うんですけどね、司会始めたんですよ。で、そうすると、司会者を呼ばなくて済むっていう。で、司会者さんでもやっぱりね、2万、3万、4万、5万、1万円、2万円、10万円って、そんな、ありましたね。がっちり買いましょう。愛し小石さんがやってた。3万円、5万円、なんとか、もう忘れたけど、っていうね、その下手な、真面目に、まあね、そつなく聞くっていうことも技術だし、大切なんだし、やっぱそういうのアナウンサーさんは上手いんだけれども、そこで、やっぱりもう一歩突っ込んで笑いを取るっていうのはやっぱできないんですよ。まあ当然ですね、お笑い芸人じゃないから。で、かといってお笑い芸人の人呼んでお笑いさん高いっていうのとあるのと、それとやっぱりそういう、面白い話はできるけれども、映画の舞台挨拶の場合っていうのは映画の現場のことを聞かなきゃいけないのに、やっぱお笑い芸人の人ってやっぱそういう経験ってやっぱりないことが多いので、やっぱなかなかうまく聞けない、ネタがやっぱりありますからね。っていう時にね、僕はあれですかね、もう昔から吉本興業行けって言われたね、お前はお笑い芸人になった方が良かったんじゃないかって言われていて、で、ちゃんと現場もいるわけです。当たり前ですよね、監督ですから。だからその時の、例えばアナウンサーの人が、撮影現場今回どうでしたかって、いやーもう夏が暑くてね、もう今年も大変でしたよっていう差し障りのない当たり前の話ができないんですよ。でも僕はその役者さんと一緒に現場にいるから、その時に、ああそういえばね、あんちゃんあの時あれね、大変だったよねとかって言うと、その細かな、もう一緒に体験してるわけですから、ね、一緒にその夏撮影中を過ごしてるわけだから、した時に、ああそうでしたよねとかって言って話が盛り上がるんですよ。そつないことって、知らない初めて現場っていうか舞台であったアナウンサーの人に聞かれても、ああそうですねって、役者さんも緊張するし、大変でしたとかね、ああそこで、本当に皆さんのおかげでとかって、もう差し障りないことやっぱり役者さんもね、皆さん真面目な人が多いから言おうとするんだけれども、やっぱり同じ現場を経験して、でお互いにこう大変だったこととか言った時に、やっぱ心が開いて、あの時ねとかって言って盛り上がると、聞いているお客さんたちもなんかやっぱりね、すごくリアリティを感じて、ああなんかいい現場だったんだな、まあ暑くて大変だったけれども、時間がなくて大変だったけれども、みんな頑張ったんだなっていうことが伝わる。でそれはアナウンサーの人とか、プロの司会者さんを呼んだんじゃ、やっぱ役者からそれ引き出せない、知らないわけですからね。いくらそういうふうな話にネタ振っといたとしてもね、やっぱそこで共感がないわけですよ、役者にとって。でも僕がやると、監督がやると、あの時ああそうだったよねとかいう時に、もうその役者さんも忘れてるよね、いやでもあの時さ、何言ったか覚えてる、何でしたっけとかって言って振っていくと、まあね、僕そういうの得意なんですよ。もう本当笑い芸人になった方がいいってよく言われるんだけれどもね、言った時に、ああそうでしたねって言ったら、今まで2枚目で、撮影を本当に皆さんのね、スタッフさんに支えられてって言ってたんですが、ああとかね言って、役者さんがなんか素になるんですよ。で盛り上がるんでね、結構ね、太田組の舞台挨拶って評判いいんですよ。で来た人たちも、すごい2枚目のなんかシュッとしてる俳優さんが思わない素顔を見せたりとか、してくれるのでね、非常に好評なんですよ。で、いうのがあってね、だから役者さんがすごい頑張って、もうサービスでいろんなトークしてくれても、司会の人が、では次に、山下さんとか言った。
こちょっとなんかリアクションしてやれよっていうのにね、やっぱ進行、やっぱりアナウンサーだったり司会者、司会業だったりするのできないっていう。でそこでやっぱりね、ちゃんとそれを受けて、お笑いってそうなんですよ。誰かも言ってたけどな、プロレスと一緒で、痛くなくても殴られたら痛えって言わなきゃいけないし、でてめえこの野郎おって言った時に「おお」とかって言ってするからプロレスで盛り上がるん で, でそれをアナウンサーの人って自分が進行していくことだけでも精一杯になって、では次に 山口さんどうですかとか聞いていくとね、やっぱりねその進行を考えちゃって面白くないんですよね。だからそれ上手な黒柳徹子さんとか上手で、話が逸れたとしてもそっち行った方が面白いってそっち行くんですよ。だから徹子の部屋がもうあんな長くできた秘訣ってそれだって話を聞いた時に、ああ舞台挨拶と一緒だとか思ってっていう風なね。だから僕もネタ振っといて、その役者さんがあんて苦労したんだよなとか、いやあの時笑ったよなとかね、いう風な話を、もう当然僕は現場にいるわけだから知ってるんで、それをこう隠しておいて隠し玉で投げるとその人の素顔が見れたりするし、その人のなんか魅力ね、あのいつも真面目にしてる2枚目のなんとかさんがさ、あんな風なこうなんていうかな、面白いこと言うとは思わなかったっていうのがやっぱ受けるっていうね。だからまあってあれだな、そういうの昔あったっていうか、これ見てる人たち結構、いい年だから見せる「さんまのまんま」っていう明石家さんまさんのあれとか台本がないはずなんですよ。でそこでこうやってる時にさんまさんがその辺うまいからなんかいろんな球投げてした時に、その俳優さんがこう真面目に言ってたのがバカなこと言っちゃったりとか、なんか暴走したりするのがやっぱ面白いっていう。だからさんまさんがやっぱそういう相手が引き出すのがうまい、芸人さんなんてで、ね、そういうことなんですよ。それを昔の見てる人年齢層高いと思うけど、スター千一夜とかね、多分ね台本があったと思うんですよ。こういう質問しますとか、ああそうですか、それは大変でしたね、じゃあ次に新作の話をお伺いしますけれどもっていう時、あはい、今回の作品は、江戸時代を舞台にしたとかっていう、すっごい当たり前なさっさりのないことしか言わないのが、当時の1970年代のああいうトーク番組だったと思うんですよ。スター選手とか長くやってましたし、でしたのが、その後やっぱりそういうのが真面目な2枚目の俳優さんがするような質問するような番組だったけど、やっぱ80年代入ってから、例えば、たけしさんがやってたあの笑い番組とか、それかまあタモリさんの「笑っていいと思う」テレフォンショッキングも、やっぱあれもトーク番組と トークコーナーですよね。でそこでも打ち合わせなしでするけれども、やっぱりタモリさんやたけしさんやさんまさんがやっぱり見事なんで、誰が来てもちゃんと盛り上げて面白くしてしまうし、台本があるものよりもやっぱ面白いわけですよね。だからこう受けたしね、やっぱり80年代以降っていうのがそういうのが主流になり、アナウンサーとか2枚目俳優が当たり前の質問、今回の作品ですけれどもみたいなね、どのような点ご苦労されましたかとかっていうんじゃなくて、突っ込んでいく、笑える話をしながらちゃんとトークになってるっていうのが主流になってくるんですけれども、だからね僕はそのパターンなんですよね。でおまけに僕の場合はその現場知ってるというか監督ですからね、っていうところで、でやっぱ役者さんから信頼があるし、でそんなねただ無茶なこと言ってるわけじゃなくて、そんなその俳優さんが嫌な思いしたりとか、まあ、やっぱりすごい大失敗したこととかもあるだろうし、やっぱり思い出したくないようなね、なんていうかな、辛かったこともあるかもしれない。でそういうの触れたりするんではなくって、言われた時に、あったとかね、あの時も本当大変でしたよ、もう監督無茶言うからとかって言って、話が盛り上がるようなネタを振るようにするっていうね、まあ、もうお笑い芸人に近いですからね。っていうところでやっぱ面白くするっていう舞台挨拶をね、ずっとしてたんですけれども、まあね、話めっちゃそれましたけれども。だからね、なんか太田組のね、舞台挨拶って、まあ、ここしばらくね、ドキュメンタリーが続いたんで、ドキュメンタリー、あれ、それほとんど僕が一人で舞台挨拶してたんで、あれ、そういうのできなかったけど、まあ、劇映画の時っていつもそういう感じで、青い空の時もそうだし、そうそう、それで、朝日の当たる家
は真面目のね、原発事故の映画でしたけど、あの時は山本太郎さんが来てくれて、トークした時でも、あんな真面目なね、社会派の映画なのに、爆笑を取りましたからね。で、太郎さんももともと、そういうお笑い、バラエティに出てたね、タレントさんで、そのまま俳優になっていったわけですけど、だからね、そういうのはやっぱ心得てるし、まあ、関西人ですしね。っていうので、その青い空に出てくれた波岡和樹くんも、あの人もね、あの人お笑いじゃない、もう正統派の俳優ですけれども、やっぱ関西なんで、やっぱそういうのが分かってるからね、ちゃんとね、突っ込んでくれたりしてっていうね。で、その後は何だったかな。まあね、そう関西人がいてくれるとすごい安心っていうね、みたいな、いうことをすることでお客さんに楽しんでもらいながら、撮影時どうだったかっていうのを話すのが結構太田組の舞台挨拶で、だからそれ以降も2作目以降全部僕が司会なんですよ。で、下手な司会呼ぶよりも絶対僕の方が受けるし、で、何よりも現場知ってるっていうのがやっぱり強いんですよね。で、やっぱ信頼感、役者とのね、撮影時間の一月ぐらい一緒に頑張ってきたっていう、やっぱ連帯感や信頼感もあるんで。だから、そんなね、思いをかけないこと聞いたりとか、ね、そのアナウンサー、司会者の人は悪気がなくても、本人がすごく悩んでいることだったり、すごい失敗してたりしたことを、つい聞いてしまうこともあったりすることもあるんでね。だからそういうことは、やっぱり僕はよくわかっているので、その現場知ってるから、あの時は本当大変だったよなっていう、ね、ことを、まあ、例えばその役者さんがなんか、セリフが出なくて、とかいうね。で、それを笑い話にできることもあるけど、やっぱり本人的にはそれやっぱり辛かった経験だったら、やっぱそれ触れちゃいけないしっていう。その判断が僕の監督だからできるっていうのがあったりするんですけれども、まあそんなでね盛り上がってするんですが、その舞台挨拶の話長くなりましたが、やっと戻ってきました。舞台挨拶は、でその話をするんですけれども、でそれってね、だから難しいのは、例えば、そういう有名な俳優さんがいたら、その俳優さんのファンは絶対来てくれるから、初日たくさん入るっていうのはある。だけれども、それがもう無名な俳優さんばっかりってこともあるわけです、舞台挨拶っていうのも。それでも来てくれる人、ね、やっぱり、俳優さんの生の話聞けるのやっぱ面白いなって言って来てくれる人もいるけれども、まあ、それほどでもない時もあるんですよ。だから、僕の、まあ、友達の監督の舞台挨拶とか、いや、もう、太田さん来てくれよ、もう、客あんまり来ないと思うし、予算もないんで、とかって言って行ったら、もう、ほんとね、パラパラパラーっとして楽屋がいなくて、もう、役者さんもみんな無名の人なんで、で、監督自体も無名、まあ、僕も無名ですけれども、無名だったりしてっていう時に、あんまりいないとね、やっぱ役者さんたちも、ガラガラだと、やっぱり、辛いなーって思いあるんでね。で、例えば、アイドルが出てたりすると、アイドル狙いの人たちが来て、初日は満員になるんだけど、翌日からガラガラっていう、つまりそのアイドルに会いたくて来るだけで、昔の映画ってアイドルが出てれば、その映画もヒットしたんだけど、まあ、それこそ、ジャニーズ事務所が1980年代からやってたパターンとか、なんか他にもありますよね。だけれども、だから、モデル出身の、CM で人気出たことがあの映画っていうのはすぐ作られますけど、初日舞台挨拶の時は客入るから後ガラガラっていうことも多くて、だから昔みたいに、そのアイドルが人気あったらその人の映画を見に行く、コンサートに行く、レコードも買うっていう風な、まあ、ジャニーズ商法ですけれどもっていう風なことは、やっぱりもう近年もうここ20年ばかりそういうのはなくて、俳優さんは好きだけれどもその人の映画は見に行かない、まあ、CD、LD、違うが、当時はレコードも、ね、下手でもね、アイドルが出したら買ったけれども、今はもう買わない、みたいな。出さないですよね。だってもう、3S 時代、誰だっけ、3M 時代か、水木有沙、なんとか 3M いましたよね。もう本当思い出したけど、あの人たちで CM では人気あったし、まあ、ドラマや映画も出たけれども、それで CM 出し、例えば CD 出してとかっていう展開じゃなかったですよね。だから今もう本当分業みたいになって、やっぱり人気あるからって言って、その人の何でも見に行く、何でも買うってことじゃなくなってるんでね。だからもう初日は客が来ても来ないってこともあるんですよ。そんな結構厳しい状況もあるんで、だから今もね、舞台挨拶してもね、本当に、それがどうなのかっていう。でもまあ、
やっぱり何らかの形で何かしないと初日客集めなきゃいけないっていうのが映画で大切なことなんで厳しいんですけど、まあ、最近のパターンで言うと、1週間前にこの公開初日の1週間前に例えば有料試写会みたいなのをするんですよ。でそこで、一般のお客さんも来るしマスコミを大量に招待するんです。でそのことによって、お客さんを集客して、で、マスコミ、じゃない俳優のインタビューとかもすることで記事にしてもらう、あるいはその舞台挨拶が終わってから個別にそういう雑誌とかテレビとか、ネットの、記者さんのインタビューに答えるみたいなことをするっていう方式が多いんですよね。だから、あの時も、何時だったかな、もうちょっとね、久しく劇映画やってないんでだいぶ忘れたんだけれども、ひまわりの丘の時も確か2回やって、1回目が、まあ、マスコミ対応、マスコミだけじゃなくて一般の人も特別料金、まあ、特別料金でその日だけ高いってことになりますよね。でうちの場合特別料金じゃなかったんだけれども、やって、6人、さっき言った、ね、時盤孝子さん、藤田智子さん、田中美里さんプラス、吉野京子さん、もう今考えたらすごいメンバーですよね。で、エリカと、ね、もちろんその脳死んでるのすごい名前出ないけど、6人で2回やってるんですよね。で、その時も面白い話あるんだけど、もうめっちゃ時間喋ってるから、また別の機会しますね。で、そんな風に、まず1回、マスコミ向け、プラス一般の人たちって早めに見れるしね、役者さんたちのトークも聞けるっていうのがあって、で今度は初日舞台挨拶もまあ同じメンバーで、だから、ね、ひまわりの時はあれだったんですよね。常盤さんがその直後っていうかその時期に、朝ドラマレっていうのレギュラー出たんで、忙しくて収録があるんで来てもらえないっていう大変さがあったんです。でもおまけに吉根もだから、まあ若いチーム、高校チームと大人チームがあったんで、どちらかどこかにこうみんな全員忙しいってことはないだろうと思ったら、そしたら吉根さんも常盤さんも両方ともなんかで、吉根はあれか、フジテレビの月9だったかなんかの主役に決まって、みんな忙しくなっちゃってね、いやいやどうするのみたいなことになったんですけれども、そういうのがあって、何の話しようとしたんだっけ、だから最初のその2日の、プレミア上映と、初日の時は6人全部揃ったんだけど、あともう全然揃わなくて、何回かそういう舞台挨拶をしようと計画してたんだけど、まあなかなか大変だったってあるんですけれども、でも、あの時はやっぱりラッキーだったんですけど、なかなかね、そんな、なんていうかな、集客できる俳優って今少ないですから、で、やっぱり旬もあるんで、ちょうど何かそういうブレイクしてる時とか、なんか CM 決まったとかいうことがあったらやっぱ注目されるけれどっていうのがあるんで、なんでね、2回する意味があるのかっていうね、気もするし、で、まあ、今までの場合、僕の場合はその2回やって両方とも満杯になったりしたんですけれども、やってもお客が集客できないこともあるし、で、また、2回やるとね、やっぱめっちゃ金かかる、経費かかるっていう、まあ、さっき言ったようにその度にメイクさんや衣装さんを呼ばなきゃいけないし、衣装も借りなきゃいけないねっていう風なことになってくると、いや非常にね経費かかる。でもそれだけかけたから、じゃあそれだけのお客さんが来てくれるとは限らないっていう、なんか本当に今旬のとかね、まあ、僕は結構ラッキーで、その映画公開直後に常盤さんは連ドラ出るし、朝ドラ出るし、吉野は連ドラの主役になるしみたいなことで、それおまけにその連ドラ、朝ドラ常盤さんが出たことで、スタジオパークで「こんにちは」っていうあの番組ありました。あれでもそのこの映画を紹介してくれたんですよ、常盤さんから見てっていう風な、なんかそういうプラスあったのと、だけれどもね、なかなかそんなラッキーなことってなかなかないので、俳優さん呼んでそのメイクだ衣装だって呼んでやっても、本当客が入らないこともあるんでね、
っていうかね、まあ普通なかなかそこまで、今まで僕はすごい運が良かったんで、そういうふうにしてきたけどっていうところで、どうなんだろうっていうところはありますけれどもね、なかなかやっぱそういう初日舞台挨拶っていうのは実は難しいし、で、出演したから来てくれてるわけじゃなくって、まあギャラは払ってないけれども、そういう経費がたくさんいるっていうこともあるんですよね。なんで、まあ、僕の場合、太田組の場合は、少なくてもこう、司会者を、まあ、高い値段出して、まあ、安いにしても呼ばなくても監督が、司会進行して、下手な人を呼ぶよりよっぽど面白いというので僕がやるので、その経費は僕が作る時からもらわないですからね、助かるんだけれども、まあ、俳優さんなんで舞台挨拶すると見に行く方はね、あ、なんとかさん出るんだとか、あ、じゃあその初日見に行こうかとかって言って、うまく引っかかってくれるんですけれども、そのするための経費っていうのはなかなか大変なっていうことがあるのと、例えばこれがじゃあ大阪でなんかなんとかの時もね、あ、だって僕明日に、沖縄競争局の時は鳩山由紀夫さんとトークしましたからね元総理ですからね。いや、僕もいろんな人とそういうふうな、なんていうの、まあ、役者さんたちとね、だったし、一緒にトークはしたことあるし、ね、お笑い芸人の人と、あ、だってシェロガウジさん、シェロガウジさんともトーク、ね、浜松であるイベントでさせてもらって、トークさせてもらったし、したけれどもね、いや、ちょっと鳩山由紀夫さんとすると思わずにね、したんだけれども、まあ、すごく楽しく面白くしてもらって、今出ている、沖縄競争局のDVD にその特典映像として収録してます、収録されてます、これされてますって30分ぐらい確かに喋ってますので、なんかどうも僕はやっぱ笑いを取ろうとしてしまう、ところがあるんだけれどもね、なんかもうすごい緊張しながらやってますっていうようなことがあるんでね、なかなか舞台挨拶っていうのは映画ファンにとってはすごく楽しい部分があるけど、こっちの、制作サイドとしてはなかなか大変だし、お金をかけた割にはあまり意味がなかったりすることもあるし、お客さんが来てくれないこともある。結構ね、リスキーなんですよ。まあ、意外にこういう話はね、ね、なんか聞く機会っていうのもないと思うので、今日ちょっとそういう話もしてみました。またこんな裏話もしていきます。